長谷倉常長,長倉常は安土は桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将。官武天皇を祖先とする血筋でありながらも、伊達氏の家臣として活躍。慶長圏王施節団を率いてヨーロッパまで渡航し、アジア人として、唯一無二のローマ貴族、及びフランシスコ・ハカトリック教徒となった。幼名はヨイチ、署名は、六江門長常、先霊名は、ドンフィリッポ・フランシスコ。 元気2年、1571年、寒武天皇を祖先とする、山口常成の子として、宇州大玉郡長井草立石ゆ現在の山形県米沢,米沢市立石、米沢市立石小学校の周辺に生まれる。その後、叔父長瀬倉時政の養子となり、7歳から、道の区国柴田郡、長瀬倉村,村、現在の宮城県柴田郡川崎町長瀬倉地区に、今する植立城で、 長い青年期を過ごした。その後、時政に、実施、久成なりが生まれたため、伊達政宗の首名で、火六千二百国を二分し、六百国取りとなる。文読、慶長の役に従軍して、朝鮮に都会、足軽、鉄砲組頭として活躍した。また笠さ大大崎一騎の鎮圧に当たった武将の一人としても、その名が記録されている。慶長十四年。 1609年、全フィリピン総督ドン・ロドリゴの一行、サンフランシスコ号が、ヌエバ・エスパーニャ副王領、現在のメキシコへの木と台風に遭い、カズサ国位は和田村、現在の千葉県温塾町の海岸で、座礁難破した。地元民に救助された一行に、徳川家康が、ウィリアム・アダムスの建造した、ガレオン・フナサン・ブエナ・ベントゥーラを送り、ヌエバ・エスパーニャ副王領へ送還した。 このことをきっかけに、日本とエスパーニャ、スペインとの交流が始まった。こうしたエスパーニャとの交流ができたことにより、常永の主君である、ダテマサは、ヨーロッパに、天王施設を送ることを決定した。天王施設は、エスパーニャ人のフランシスコ会宣教師、ルイス・ソテロ・ルイス・ソテイロを副主とし、常永は、聖師となり、百八十人から組織され、エスパーニャを経由して、 ローマに赴くことになった。慶応の目的は通商交渉とされているが、エスパーニャとの軍事同盟によって、伊達政宗が倒幕を行おうとした説も存在している。慶長十七年、1612年、常長は、第一回目の施設として、サンセバスチャン号で、ソテロと共に、浦賀より出港するも、暴風に相座礁し,し遭難。再度仙台へ戻り、現、 石巻市小月町で建造したガレオン・フナさん、ファン、バウティスタ号で、慶長18年9月15日、1613年10月28日に月の裏、現、石巻市を出版した。なお、短期間に、洋式船を建造していることから、最初に座礁したサンセバスチャン号を譲り受けて修理し、サンファン、バウティスタ号として出港させたのではないか、とする説もある。 出港後、常ながらの一行はエスパーニャ、現スペインのヌエバ・エスパーニャ複合領であり、北アメリカ大陸の太平洋岸にあるアカプルコ、メキシコ・ゲレーロ州へ向かった。アカプルコにおいて、北アメリカ大陸に上陸を果たすトリクロで、大西洋岸のベラクルス、メキシコ・ベラクルス州に移動、ベラクルスから大西洋を渡り、サンルー・カルデバラメーダ、スペイン・アンダルシア州セビリア県に、 到着、小型ホブネに乗り換えてグアダルキビール川を遡上し、コリアデルリオに上陸した。慶長20年1月2日、1615年1月30日には、エスパーニャ国王フェリペ3世に越見している。その後、イベリア半島から陸路で、ローマに至り、現ナ元年9月12日、1615年11月3日には、ローマ教皇パルス5世に越見した。 また、その後もマドリードに戻って、フェリペプ世との交渉を続けている。しかし、エスパーニャやローマまで訪れた、ツネナガであったが、この時すでに、日本国内では、キリスト教の弾圧が始まっており、そのこともあって、通商交渉は成功することはなかった。ツネナガは、数年間のヨーロッパ滞在の後、現在六年八月十四日、1620年9月20日、 に帰国した。こうしてはるばる、ローマまで往復した、常ねであったが、その交渉は成功せず、そればかりか、帰国時には日本ではすでに近況令が出されていた。そして、二年後に、失意のうちに死去した。常ねの墓といわれるものは、宮城県内に三ヶ所存在する。その後の長谷倉家は、着南つ狙いは後を継いだが、寛永17年。 1640年、家臣がキリシタンであったことの責任を問われて処刑され、断絶した。しかし、漢文8年、1668年、常、大の子の常信の代にて許され、加盟を再考した。その後、第10代当主の代まで、宮城県黒川郡大里町に、第11代から、現在の、第13代、長谷倉常隆に至るまで、 宮城県仙台市に今日構え続けている。常ながらが持ち帰った、慶長県王施設関係資料は、仙台市博物館に所蔵されており、平成13年、2001年に国宝に指定されている。また、2013年には、ユネスコの世界の記憶に選定された。その中には、常長の肖像画があり、日本人を描いた油絵としては、最古のものとされる。 また、常永自身が記録した、法王中の日記が、文化9年、1812年まで残存していたが、現在は散逸しており、幻の資料となっている。なお、資料の中に、長せくを古典ラテ天語表記で、ファクシークベラと綴った部分があり、当時、派行を新音で発音、派行天を参照していた証拠となっている。この人物は一般に、 長谷倉常長と称されるが、同時代に彼の意味名を常永と記述した例はない。自筆資料の署名も、六江門、六江門長常とされており、自身が常永を称したことはなかったと推定される。常永という意味名が登場するのは、彼の死後、長谷家が一時断絶して再興した後に、編纂された長谷家の系図である。後世の子孫が、 先祖がキリシタンであったことを隠すため、長常の使用を忌避し、常長と偽って記録した可能性がある。長谷倉家の家紋は、右万字とされる。仙台古文記には、三の四方、朝日白万字とあり、古くから、右万字が使われていたことは確かである。しかし、長谷倉常長の家紋としての意象は、逆万字に違い穴なめ十字が有名であり、 宮城県の時代行事の装束には、これが使われている。ギャラリーにあるように、ヨーロッパの記録にも残っており、少なくとも常長の時点で家紋であったと考えても、良いであろう。2013年の県王施節団400年記念行事において、長谷倉家がスペインに招かたが、その際には、長谷倉常高が神下に、神がさ姿で諸行事に参加しており、 ギ絹とジンバサには右ンジの家紋が使われている姿が残っている。八木沢教師作曲吹奏楽などの作品で世界から注目を集める作曲家八木沢教司氏によって2015年に作曲された作品である。同年東北福祉大学吹奏楽部により移植されたもの。ウィンドアート出版により販売されている。 1615年に出版された、ローマ生まれの歴史学者、シピオーネ・アマティの著書イストリア・デル・レンヨー・ディバックスブ・デル、ギアポネ・デル・アンチチタ・ノー・ビールター・イー・バローレ・イ・デル・スボリー・ダテマ・マサムベン、題名は訳、日本欧州国・ダテマ・マサムネ・記並び施設機構、または、ダテマ・マサムネ・ケン王施設機、ハセクラ・ツネ・ナガの肖像画など。パウルス5世に配慮した際、 つねながが花を噛んだ懐紙が、バチカンの人類博物館に展示されていたことがある。当時の西洋では、手羽中ハンカチを使って花を噛み、返しを用いて花を噛むという習慣がなく、大変珍しがられたためである。2013年から2014年にかけては、スペインと日本の国交400周年を記念して、様々なイベントが行われた。長倉つねながが最初にいた。 サンルーカルデバラメダは、シェリー種の産地として有名で、これを記念して、日本におけるシェリー種専門家中瀬高なりによる企画で、サンルーカルにあるイダルゴ・ラヒターナ社と日本の正規、輸入代理店ユニオン・リカーズによって、サンフ・アンバー・テスタ・パロ・コルタ・ド・ボ・シェリーが、限定で作られた。ラベルの肖像画に関しては、仙台博物館の許可を得ている。 各地の長谷倉常長の立体像の多くは、青葉山公園の仙台上にの丸にある佐藤忠義製作の銅像をもとに鋳造されている。足跡順に記載。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。